ございます、クーリキです。今日は3月の16日ここは、そうですね、おなじみの品川シーサイドフォレストオーバルガーデンということで、やってまいりました。スプリングの東京大会土曜日です。で、最近ね、東京大会は2日開催されてますけども、まあ、クーリキは土曜日エントリーということで、はるばるやってきたんですけども、早速事件です。新幹線の中で新横浜過ぎたぐらいにですね、あ、そうだと、タミヤパスポートちょっとチェックしとこうと思ってですね、まあ、開いたわけですよ。で、一応ね、受付時間というものが、エントリー決まっておりますので、何時までだったかなと思ってね、アプリ開いたところですね、ほい、3月16日土曜日は11時半から13時、ね、でちょっと今見えたかもわかんないですけど、現在の時間は9時24分、2時間以上前に現場に着くというね、意識高い系でやらせていただいておりますけども、全然絶賛設営中なレベルなんですよ。でもちろん、知り合いのレーサーさんもピットにまだ誰も来てない、なんなら受付のうの字もないぐらいのね感じです。どうすかね、朝飯っすね。ちょっとね、昨夜徹夜でまたマシンをゴニョゴニョしておりまして、なんとですよ、ニューマシンが今日登場すると、登場するかもですね。はい、この後ちょっと朝飯を挟んで受付をしたいと思います。はい、朝ごはんをしっかりとね食べ終わりまして、先ほどカメラ止めたところから1時間弱経ちましたね。で、と言ってもですよ、まだ11時前なのでエントリー受付開始してないということですね。ちょっとじゃあ先にマシン紹介なんてものをねしようかなと思っております。でさっきね、ニューマシンかもというところで、今までね、X ね、いろんなところでいろんな戦いをしていただいた X 君ですけども、今日は X 君の出番はないかな、多分。ってなればバックブレーダー君だと思うんですけど、ほい、あれ、写真どうした、ボディだけじゃねえかと。そうなんです、なんとですね、バックブレーダー君2代目が今日の朝5時半ぐらいですかね、爆誕しました。はい、結構ね、このカラーリング初めてしましたね。蛍光グリーンということで結構綺麗じゃないかと思うんですけども、いかんせんね、爆誕したてほやほやということで、ステッカー等々ございません。で、ステッカーないけど時間はあるということで、今からねちょっとステッカーでも貼っていこうかなと思いますんで、基本的にローラーとかセッティングはもろもろ同じですね。この間の掛川大会行った時と基本は同じでございます。あれね、ハイパーに変えてからは乾燥しましたん で今またハイパー積んでおります。リアとフロントのこのね、テープ貼ってるところ、なんといってもデジタルドラゴンバック、もうここ何年もドラゴン系に負けておりますけども、あれね、要は1個目がこう1個目でピョーンと飛んで、2個目とこの1個目の何て言うか谷間に落ちて弾かれてとかっていうのがね結構見ましたんで、まあ、思い切ってから、ね、飛び越えれば、まあ、綺麗なわけです。そして一番速いと、そういうわけなんですけども、そこまでの車速出せる自信はいございませんということで、なるべくこう、なんだろうね、このプレートとかがデジタルのね、ここにこう当たって減速みたいな、バーン減速みたいな感じになってるのではということで、逆にちょっとこれプレートを、まあ、フロントであれば、まあ、ちょっとこっちに車体の方に行く、でリアはちょっと上げるみたいなところで、お減速しねーみたいな、おお減速しねーっていうねことができるのではというところで、ちょっとその辺改良しながら今日のスプリング東京臨みたいと思います。とりあえずステッカー、 ADC
いんじゃないですかこれ。寒い寒い寒い言うてたらこんなあったかそうなピットがねあったんですけども、こんにちは。こんにちは。こんにちは。北海道ありますよ。北海道。マジっすか。寒い寒い言うてますけど。北海道。北海道あります。北海道もうていいっすか。晴るのと晴れないのあるね。ね、晴れないのでもいいですよ。晴れない。あ、でも張ってた方がいいかな。お腹に。お腹に張っとこう。晴るやつ。お腹に張ります。晴れるやつ。晴るだんだん。晴ることが可能なやつ。晴るだんだん。初めて見るメーカーです僕は。ハイパーは乾燥できますよ。ハイパーは乾燥できますよ。ハイパーは乾燥できますよ。3回言いましたね。大事なことなんで3回言いました。まあでもね、ボディをせっかく緑にしたんで、まあ、ちょっと一旦緑で行ってきます。あ、合わせて、はい、たまたま緑のジャージ着た人にもね、たまたま緑だった。いつも緑でしょ。いつも下は多い。これもうなんだこのメリークリスマス感は。ちょっとじゃあ春だんだん張って行ってきます。なかなかない。あれ？ゴミの方。今日1名緑が足りないじゃん。そう、2人。ジュエンさん見てる。ビデオメッセージ。ビデオ。激化。激化。生放送じゃないからね。生放送じゃないからねこれは。じゃあちょっとこの後チャレンジしたいと思います。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。カイロありがとうございます。ビデオメッセージじゃない。はい、ということでね、いよいよ呼ばれましたので、ニューバックブレーダーとね行きたいと思います。ちょっとねこの前のこのオレンジのテープ、ね、掛け側でもありましたけど、こうボディがこうガーッとなっちゃう、それを防ぐための処置でございます。モーターはねパワーダでございますよ。まあ、寒いのであんまり回んないんじゃないかなと思いながら、あとですねこの後ろのプレートを1個手前にしております。ますますぐらいですかね変えたところは。他はもう大丈夫だということで、デジタルドラゴンバック気をつけていきたいと思います。おい、なんかね3周目の後半か4周目ぐらいから明らかになんかスピード遅くなった。でなんかこうチラチラしてたということでですね、ね、さっきも言いましたけども、これプレート1枚このビスをこっちにやったんですよ。掛け側の時から比べてで、要はこのビスをこう貫通というかね、1本でこれを止めてるような状況だったんですけども、こっちねこっちみたいな感じになってたんですけども、それがどうやら外れてしまったということで、散々言うてますけども、ビスの緩みは気の緩みということで、ただこれガチガチに締めるとね、あのスライドですのでスライドしなくなる、リジットになっちゃうということで、まあ、そこのね塩梅も大事かなと。まあ、とりあえず一次予選見事突破しましたので、このニューマシンバックブレーダー2号がね頑張ってくれてますので、この調子で、一次予選も順調に突破したいと思います。まずはビス止めます。